真っ白なキャンバスです。従上という曲は人生を一冊のノートに例えていて、たまには過去を振り返ってしまうけれど、明日を自分の好きなように彩るというテーマの曲になっています。この曲は合唱曲になっていて、ラスサビが終わった後にみんなで歌う部分があるので、よかったらライブで一緒に歌ってくれると嬉しいです。従上をぜひ聴いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。